どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールにインボーク。平成から令和に変わりまして、加工石セット、課金で買える石ですね、の方にですね、新しいセットが登場しています。今まで加工石セット X の方にはですね、この有馬ですね、会議室の手合わせ、有馬紀章がセットでついてくる、課金があったんですけども、今回は加工石セット X2 ということで、素晴らしいイラストで父との再会エトが登場しています。早速ですね、性能の方を見ていきましょう。まずですね、アビリティの方ですね、これ派遣キャラなんですけど、アビリティの方が5突した時に、時短30分ですね、かなり強力なこの時短です。まあ30分以上というのは多分ないと思うんですけど、今まで一番最高の30分が5突した時についています。で、成功率アップが 20%で、新情報獲得率アップが 20% で、またここで SSR の時短が15分と、SSR の占領ポイント倍率かかる 1.8 倍ですね。こちらも、まあ2倍とかはあるんですけど、一応ここの、なんて言うんだろう、この5突以外の欄で入ってる占領ポイントアップって 1.8 倍までだったっけ。今まで確かそうだったような気がするんだが、で、連携が獲得する占領ポイントが 2.0 倍。まあこれ一番多分使われてるやつ、はい、フレンドで一番本当恩恵が高い、もうみんなこれしか使ってないとは思うんですけどね。もしかしたらもうランキングとか狙ってない人っていうのは、レア率アップ 20%、まあ、僕も時々使ってるんですけど、それは、とか使ってるんだと思います。はい、まあいいですね。これ置いとくとフレンドに、かなり助かるんで、こいつを3000円で取って置いておくっていうのが、あ、まあなかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あ、そうか、占領ポイントは2倍と、あと時短も使ってる人多いのかな。一括で設定されるから時短30分20分とかあったら10日とか持ってるのかな。はい、それ使ってる人が多いと思いますね。で、逃走なんですけど、攻撃速度アップ B、 攻撃速度レートが2アップする、プラス2アップする、これなんか見たことないような気がする。まあでも攻撃レートがプラス2ってかなり強力ですね。まあ、B なんで、もしかしたらA とか登場するかもしれないんですけど、今現段階では2アップ、はい、が B の2アップが上限なんじゃないかなと思います。ここで SSR が並んでるってあんま見ないよね。で、体力アップ B、 体力は1000アップする、攻撃力アップ C で100、射程アップ C、攻撃数アップ C。 まあ正直闘争はあんまね、まだまだ始まった、まだベータだしね、始まったばっかで、そんなめちゃくちゃこいつが使えるよみたいなのはあんまないと思う。しかも全然ね、これ伸びしろがあるっていうか、この上位互換なんて多分いくらでも出てくる。これまだ C だしね、しかもこのアビリティが C なんですよ。そう、まあこのやつが C、B、A、S とか行くのかな、 SSR とか行くかどうかわかんないけど、まあまあまあ上位互換はこれから出てくるんじゃないかなと思いますね。とりあえずこいつは派遣がめちゃくちゃ優秀ですね。これでさ、この成功率アップとか、この新情報がもう占領ポイントとか時短とかになってきてたら、もうこいつはもうかなりのぶっ壊れだったんですけど、はい。というわけで、父との再会、ああ、一応ね、僕は1個確保しました。まあ、3000円で、石が50個って、まあ結構効率が悪いんですけど、普通に3000円出せばね、これ いくら買えるのかな。まあ、この960円のやつを3回買ったところで、あの石90個手に入るんで、はい、この3000円を買って石50個っていうのは、まあ石の数的には効率悪いが、派遣キャラ、この強力な派遣キャラが1体ついてくるってとこで、まあ一応ね、1体は確保しています。はい、というわけで今回は絵と父との再会でした。では次にどうぞ。はい、というわけで、エトの紹介だけでは物足りないので、今回はこちら新イベントですね。情報屋なカメラ少女、堀知恵、派遣の堀知恵が手に入るイベントですね。こちらの A に、こちらのパーティーで挑戦していこうかなと思います。原作通りですね、知らずと売り絵で堀知恵から情報をもらうとこですね。佐々木ハイセの、 あのパンツと引き換えにトルソの情報をもらうとこですね。やっていきましょう。前線はプレミアムの2人と、後方はフェスゲンの2人ですね。で、まあプレミアムの知らずはね、ちょっと自分の防御力を下げちゃうんで、こいつのスキルあんま使わないようにして、この知らずがね、
プレミアムのシラーズの方が防御力を、全員の防御力を上げてくれるんですよね。なのでこいつを重宝していきましょう。5で下がるか、1234でブレイクさせようか。あ、もうシラーズでやった方がいいな。あ、結構こいつら耐久力持つね。え、なんで削れないの？ 5削ったよね。まあいいや、フェスゲンのシラーズ出すか。俺がやる。あ、こいつらは10なのかな。あー、なるほど。で、ここでスキルを貯めておいて最終ターンに残しておこう。あ、なんで今回このイベントを動画でやってるかっていうと、普段はやらないんですけど、イベント系はまあ昔はねやってたんですよ、こういうイベント、東京グルのシナリオを追っていく悲劇、あの悲劇の幕開けリゼとかあったじゃないですか。昔リニューアル前はその S ランクっていうのがあったんですね。それで、まあ、やってたんですけど、リニューアルされてからは、まあ、そのイベント自体も一応ドロップするキャラクターとか、まあ、このゲームの視点とかも内容も全部一新されたんで、今までずっとこうリニューアル前のイベントをこうなぞってた感じなんですよね。覚醒させます。このシラズ、まあ、覚醒キャラクターなんで熟練度上げなくて もう 5ターン連続とこの覚醒後のスキルは変わらないんですよ、ね、めちゃくちゃいいですね、覚醒系キャラクターは。熟練度上げなくても、まあ、一応性能は出るぞという。そうで、まあ、あのリニューアル前のイベントは一応動画残してたんですよ、ずっと。でもリニューアル後はそのリニューアル前のイベントを今までずっとリメイクで1年間やってきてたんですけど、ほぼ1年間ね。まあ、それがようやく終わって、やっと RE のイベントに入ったぞということで、今回は動画残してますね。じゃ あどうしようかな。まあ、とりあえず、知らずで相手の攻撃力下げて武器耐久値も削ろうか。まあ、だよね。熟練度上げる前、第一段階だから、こいつ覚醒キャラなんですけど、第一段階のスキルを今使ったんで、熟練度が 20% かぐらいかな。ゼロなのかもしれない。だからそこまで武器耐久値は削れないぞという。で、やって、知らずを知らずと交代、で、味方の防御力を上げていきます。こいつは武器耐久値削りないですね。いや、勝てんのかな、これ。で、ウリエでまずブレイクしていく。このウリエ優秀で武器耐久値を10削りますね。かなり優秀な光、一撃アタッカーですね。一撃のロマンホンアタッカーです。で、あとは知らずを覚醒させていくか。これ一応3体以上勝っていけないから残しておいて。フェスゲンの知らずを覚醒させていきたいね。OK。じゃあとりあえずこれで1ターン目終わり。なこうやってね、あの原作再現とか、縛りを入れてやるとなかなか普段のイベントクエストも楽しいですね。いいね、相手の攻撃力下げて、まあ、知らずが相手の攻撃力下げて味方の防御力を上げてるんで、まあ、こんな感じで進むぞと。実質2周年金木介護官、介護官で五感ではねえよ全然2人で及んでないからな。じゃあとりあえずこのターンも、この知らずどれだけ武器耐久値削ったのかな。ちょっと待ってね、見てみよう。ブレイクバースト持ってたかな。ああ、知らずがブレイクバースト持ってますね。あ、ウリエも持ってるけど、俺待って、武器おっと、これ武器強化してねえな、あんまり。とりあえずじゃあここは知らずで、じゃあ、ね、ウリエで削りますか。ウリエで武器耐久値を削って、最高の気分だ。いいね。で、知らず撃ちましょう。ゼロ距離ボンバー、おらいいな。紫色のなんか爆発なんだ。で、これどうしようかな、知らずでちょっと撃たしてみるか。それまで持ってくれよ。とどめは知らずで刺そう。ゼロ距離ボンバー、おら。 OK、 いいね、さっさとパンツゲット。おらおら、もっとかかってこいよ。はい、シラギン、まあ死んじゃったんですけど、
ロゼ編の知らずは出なかったね。ナッツのクイーン系持ってる知らず、カグネ出してナッツのクイーン系持ってる知らずは出ないのかな。正直わかんねえ。あ、カグネは出さずにナッツのクイーン系使う知らずはもしかしたら、まあいつの機会スペシャルとかで出てくれるかもしれない。フェス限ではもう出ないかなと思うんですけど、はい。というわけでですね、今回はエトの紹介と、なんだっけ、情報屋なカメラ少女か、はい、新しいイベントですね。ちょっと前のイベントやってないと思うんですけど、はい、またいつか動画に残ってたらなと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。